さあ、早速やってまいりましょう。作用反作用の演習に、前回の動画のシリーズになってるんで、まだ見てない人は概要欄の再生リストから、前回の動画、この1番目から順番に見ていってくださいね。ポイントはもう前回お伝えしたんで、今回演習をやっていきましょう。問題の状況はこんな通りです。まず問題の状況を書いてください。どうぞ。書きました？書きましたね。次行きます。書いてない人は止めてね。はい。次行くよ。はい。問題文が今までちょっと変わってますね。A と B の間で働く接触力の大きさは、A と B の間で働く接触力。つまり、B が A を押す力、この垂直抗力のことだよね。でもさ、これ A 君も B 君も同じ力で押し返してるんだよね。最後話されたから。だから、この2つの間で働く力は、みたいな言い方をされる時もあるんで、こんな問題文にしました。括弧の2番も一緒。B と C の間で働く力は、はい、括弧の3番は、C と床の間で働く力はってこと。聞かれてます。今までと一緒なんだけどね。聞き方がちょっと変わってますね。さあ、この問題解くときの最大のポイントは何だったっけ？どこの参考書にも書いてない最大のポイントは何だったっけ？そう、でっかい図を書くことだったよね。嘘ーって言ったらね、ちゃんと再生リスト見てくださいね。はい、ということで、新しいページを開きましょう。片面でいいですよ。はい、そしてでっかいね、図を書いていきましょう。8センチだと収まらなかったらね、適当なサイズでいいですから、もうノート1ページ丸々使うぐらいのでっかい一回再生図を書いてください。書けました？書けました？書けた人は解いてみましょう。解けた人は解説を見ていきましょう。本当に解いた？解いてない場合見ちゃダメだよ。さあ、やっていきますよ。はい。ね、前回の見てる人は必ず解けますからね。さあ、まず A、B、C で、そして重さって何だったっけ？そう、重さの前にこれから行こうか。はい。力には何種類あるんだったっけ？そう、2種類あるんだね。ないとないんですか？そう、重力と接触力。重力の作用点どこですか？重心だね。複数の物体があるときは何を使うの？角数を使うんだね。はい、B、C を角します。はい、A 君の重心をグリグリします。はい、そして、長さ。そんなに長くなくていいですからね。はい、重さってどういう意味だったっけ？そう、重力の大きさだよね。はい、だから A 君の重さは10なんで、この重力の大きさは10だ。はい、次。接触力だね。周りを触るんだったね。いて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 ってやって、はい、B 君に接してるから、B 君が押す力。これ N1 にしろって言われてるんだね。はい、次のポイント何だったっけ？そう、すべての力に作用反作用を考えるんだね。はい。そして、この重力というのは誰が誰を引く力？そう、地球が A 君を引く力。反作用は A 君が地球を引く力。地球についての力は考えるの考えないの？考えないんだよね。だから、はい、A 君が地球を引く力は書かなくていい。次、この N1 っていうのは誰が誰を押す力？そう、B が A を押す力だ。反作用はそう、A が B を押す力。作用点はどこにある？ A が B を目的語の中にあるんだね。B 君の中に作用点。向きはどっち向き？同じ逆？逆向き。大きさは等しい。ね。そして等しいマークをつけてあげる。ちょん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 。これで A 君については完了だ。次、B 君について考えたい。何を使う？隠すだね。はい、A 君、B 君隠してね。はい、まず B 君の、力2つね。重力解きましょう。はい、B 君の重さは30なので30です。先生、矢印の長さが違うんじゃないかって、あんまり細かいこと気にしないです。もうね、正しかけてたらいいですから。次、 B 君の周りの接触力考えるよ。いていて、みんなもやってね。いて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 、何箇所接してた？2箇所だ。 A 君が B 君を押す力もう書いてある。あとは C 君が B 君を押す力。はい、これを N2 にしろって言われているよね。N2。さあ、この N2 は C が B を押す力。反作用は？そう、B が C を押す力。書いてごらん。書けた？ C 君を押すんだから、目的語の中に作用点。向きは逆、大きさは等しい。だから、こういう風にしてなっていく。これで全て書けた。ちなみに重力の反作用も書かなくていいね。はい、ラスト、C 君について考えるポイントは隠すだね。他の2つ隠して、C 君だけ見える状態を作ろう。はい、まずは重力。はい、重さは50。次に接触力。いていていて、いて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 、ということで、
はい、もう B 君から受ける力書いてあるんで、床から受ける力、これ N3。 反作用はそう、重力は考えなくていいから、C 君が床を押す力、まあこれは一応書いておきましょう、 N3。 はい、まあ今回床っていうのももう地球なんで、地球に働く力は書かないんで、この力書かなくていいです。はい、三角三角ね、はい、記号をつけておきましょう。まあですが一応今回はね丁寧に書いておきました。でも地球に働く力、床に働く力と地球に働く力は一緒だからね、書かなくていいです。さあ、こいつらの物体は動いてんの、止まってんの、止まってんだよね。静止の時はどうやって解くんだったっけ。そう、力の釣り合いだね。ということで、はい、それぞれ力の釣り合いを立てていきましょう。はい、その式がこんな感じになっていきます。はい、でちなみに今まで軸を取ってましたが、もうね、今回みたいな問題は軸取らなくてね、円直上向きを正としてっていうふうにして断ってやっちゃっても OK です。上向きが正なんだから、M1-G が0、これが1番。2番目 B 君について考えよう。 N2-N1-30=0。はい、C 君について N3-N2-50 は0。これが3番目。先生、この力はこの N3 君はどうなんですかっていう人、大丈夫、 C 君について考えたいときは他のやつを隠せばいいんだよ。こうやって隠してごらん。そうすると C 君だけ注目できるから、よくわかんないなっていう人は B 君に注目したいときは他の物体を隠す、これ絶対やってください。そしたら絶対できますからね。もう一つポイントを言っておくと、 C 君について考えたいときは C 君の中に作用点がある力、これが C 君に働いている力なの。だから C 君の中に作用点がある力だけに注目する、この2つの考え方できっとできると思うからやってみてください。さあ、あとは、求める文字二重線だね。はい、何番から解きますか。1番だね。1より N1 が10、2へ代入、そうすると N2-10-30 は0、 N2 は40。これをよいしょ、はい、これを3へ代入、そうすると N3-40-50 は0、 N3 は90。よってカッコの1番の答え、10ニュートン。これは N じゃないからね、ニュートンね。2番の答え、これは40ニュートン。カッコの3番の答えは90ニュートン。ということで、できました。それは当然の結果ですよね。見ましょう。こいつの重さが10、30、50なんで、10ニュートンで押し返す。この上は40ニュートン乗ってるから40ニュートンで押し返す。この上は90ニュートン乗ってるから90ニュートンで押し返すと。まあ当たり前の結果なんですが、これ感覚的にイメージで解くよりも、しっかりと原理、原則、法則に従って、これが解けるかが大事です。大事な考え方は前回の動画で伝えている。この大事な考え方に従ってできるかどうか、確認してください。わからない人はもう一度白紙のページに書いてやってみましょう。以上、よく頑張りました。